どうもバレリーナ芸人の松浦恵子です。キラキラ。本日は素敵な発表がございます。なになに。先に結論を言います。お待たせいたしました。待望のチーム結果ができました。公式のファンクラブです。ファンクラブとか作ってる場合ちゃうんちゃう。もっと他にやらなあかんことあるやろ。は、芸人のくせに何考えてんねん。金儲けかよ。ちょっと待ってください。ちょっとだけ私に時間をください。実は数年前から私のために有志でチーム決起を作ってくださった大切なファンの方々がいます。大切なみんなとの距離をもっと深めたくて、絶対形にするからって3年ほど前に約束していました。こちらが最初のチーム決起のみんなからのいただいたもので、もうこんなわけのわからない一芸人を応援してくださってる皆様のこと本当に大切に思っております。ほんまにありがとうございます。正直ファンクラブは自分の得は一切考えてないです。そもそもバレリーナ芸人ってなんやねんって方もまだまだたくさんいらっしゃると思うんですけども、もともと吉本新喜劇の座員からスタートしまして、お芝居メインでやってたんですけど、もういろいろ皆様に見つけていただいたおかげで、テレビ番組やメディア、お笑いの活動の他に、まあ吉本坂46のメンバーとしてアイドルをやったり、投票1位になった時はありがとう、吉本の社員に松浦さん絶対本なんか出せないって言われてたけど、バレエあるあるの本を出版できたり、バレエ界の大御所やスペシャリストの方々と関わることができて、お仕事できたり、こんなただの芸人のレッスンを受けたいって言ってくれる方もいて、オンラインレッスンやワークショップがとにかく大好評やったり、まあ炎上もしたり、最近では国境を越えて海外のバレリーナたちにも興味持ってもらえたり、国際コンクールの創設者に認めていただいたり、もういろいろありましたが、全ては支えてくださる皆様のおかげです。芸人になる前では一切想像のつかなかった景色を皆様のおかげで見ることができてます。まあ新喜劇の一座員でありバレリーナ芸人という立場は今までなかった立場なので、まあお察しの通りいろいろありました。そうです、孤独でした。そんな時に皆様の支えは私の全てでした。もしかしたらだいぶ前に私を知ってくださった方はもう今私のことを見てない人もいらっしゃるかもしれませんけど、皆さんって何で私を知ってくださいましたか？それぞれだとは思いますが、バレエは関係してたと思います。バレエ大好きという気持ちはこれからも曲げずに、これから挑戦する大きな夢をチーム結界の皆様と叶えたいと思っています。そのお手伝いをしてほしいんです。おいおい、前置き長いね。チーム結界の内容教えろや。はい、お待たせしました。現段階で決まってるチーム結界の内容を発表したいと思います。たくさんあります。まずここでしか見られない未公開画像動画を限定公開、そしてファンの方との交流イベント、オフ会と言われる、まあ宝塚でいうところのお茶会がすごい近いんじゃないかなと思います。そしてここ超ポイント、毎日私からの留守電が届く。これは実は昔私が宝塚のとある方のファンクラブ入ってた時に、なんていいサービスなんだ、毎日この方からのお電話がいただけるなんて、というのがすごく個人的には好きでずっと聞いてたので、まあラジオ感覚にはなるかもしれないですけど、それもやります。そしていろいろ私活動してますので、舞台、テレビ、メディア等と出演情報のスケジュールを共有します。そしてファン限定のチャットルーム、結界も来るよっていうやつです。ここでは皆様とのいろんな議題楽しく話したり、これからいろいろ始まる何かを一緒に作るというチャットルームです。そしてなんとこの結界チャンネルの YouTube 収録参加またはお手伝いです。すごっ。そしてこれから行われる公演のチケットの先行予約、こちらはですね、私ちょっと第1回目一発目まさかの中止になっちゃったんですけど、単独ライブとか、まあ、これからいろいろあるイベントとかチケットを優先的にご用意させていただくというものです。そしてチーム結界だけの限定グッズとかも考えております。そしてですね、もうせっかくなので最初開催決定いたしました、チーム結界でズームミーティング、はい、これでございます。コロナもまだしっかりは収束してないので、すぐにみんなと会いましょうっていうことがもしかしたらできないかもしれないので、一発目はまず皆さん顔合わせじゃないですけど、ミーティングズームでわーって、まあ、顔出さなくてもいいんですけど、そういうのもやっちゃおうということでございます。これ月1回やっちゃおうかなと思ってます。皆さんとの絆を深めたりいろいろやっていく中でいいんじゃないかなと。もちろん私との交流もですし、プラスその会員様チーム結界同士の交流を私はどっちか
かつ深めていきたいと思ってます。で、さっき言ったチャットで出た話題を会議したりとか、とにかくチームの結束力を高めたいと思ってます。もちろんこの Zoom ミーティングでしか話さないこととかたくさんありますので、まあ今はこれだけなんですけど、こっから先はもう大規模なことも待ってますので。ほんでなんぼやねん、そこやがな。はい、そうです、お値段ですよね。なんか通販番組みたいになっちゃってるけど、ちょっと2つに分けさせていただきました。両方内容変わらないんですけど、月額プランと年間プランありまして、ちょっとこれ私吉本に頑張ってもらいました。やっぱりね、私も金稼ぎしてんちゃうぞってね言われたくもないので、月550円です。で、さらにお得にしました。年会費、聞こえ的には高って思うかもしれないですけど、5500円。はい、ということは毎月毎月550円払うより年間払っちゃって5500円の方が圧倒的に安いです。すいません、本当に松浦恵子に5500円でどうやねんって思うかもしれませんけど、内容これ毎日365日考えたら、私的にはとっても安いと思います。もちろんね、自分のためにとかじゃなくて、これは本当にチーム、そして今後の私の夢のために動くことなので、お値段はあまり気にせずと言いたいところです。もちろん年会費の方は、まあ年会員限定の特典も今後出ていきますので、とにかくもう内容が他のファンクラブとかオンラインサロンに比べてだいぶね、内容がお得です。頑張るんで。とにかくまだ走り出したばっかりですので、内容の変更等々増えたりいろいろあるかもしれませんが、裏でしっかりとしたスタッフがたくさん支えてくださってますので、安心して皆様と一緒に有意義な時間を過ごせる、世界一距離の近い素敵なチームを一緒に作れたらなと思っております。はい、そしてもちろんファンクラブに別に入りたくないよっていう方はここまで見てないかもしれないけど、もちろん私は今まで通り変わらず活動はしていきますし、実はファンクラブの中にオンラインレッスンとかね、レッスンワークショップも入れませんかっておすすめされたんですけど、そこは違うかなと。私のファンではなく、私のレッスンをすごく楽しんでくれる方というか、参加してくれる方もいるのを知っているので、そこはちょっとさすがに分けさせていただきました。なんかレッスン受けたいけど、なんでこのこいつのファンクラブ入らなあかんねんと思う方も絶対いると思ったので、そこは分けて、今後ちゃんとレッスンするときとかワークショップがあるときは別でちゃんと発信します。そこはマジで褒めて、頑張ったよ。もしかしたら会員限定の何かもあるかもしれません。それはもちろんせっかく会員になったんやから特別扱いさせていただきたいので、その中のレッスンも考えてますが、今のところ一旦って感じです。ファンクラブ以外での活動もこれからもより一層頑張りますので、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。ブルソッテということで、皆様まだまだ西も東も分からぬ若輩者ではございますが、服部宝冠先生の清く正しく面白くを胸にさらなる精進を重ねてまいりたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。以上、竹下恵子、北川恵子、世界三大恵子の3人目の恵子こと松浦恵子でした。バイバイ、またみんなでプレイしような。ケッケでした。 LINE スタンプもよろしく。チームケッケで待ってます。